般女子組手試合決勝戦は同門同士の対決となった。赤松原由紀子、白谷本紀子、両者ともに阪南大学の学生である。果たして優勝の栄冠を手にするのは一体どちらの選手だ。両者勝負つかず、先取り一本の対決となった。白、谷本の上段突きが反則行為とみなされ、赤、松原に得点が加算された。この時点で赤、松原の優勝が決定した。新組手女王は阪南大学の松原由紀子である。